ん、こんにちは。今日は日本の学校の習慣について紹介します。これから留学へ行く人はぜひチェックしてくださいね。では始めましょう。スタート。あ、こんにちは。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 あ、ペッチさん、こんにちは。はい、教室へ来たら元気に挨拶をしましょう。こんにちは。はい、じゃあ名前を呼びます。タイチさん。始めましょう。はい、名前を呼ばれたら元気にはいと言いましょう。タイチさん。はい。何回ですか。はい、では言ってください。境電気は何回ですか。はい、はい、元気は何回ですか。はい、OK です。はい、教室では帽子をかぶらない方がいいですね。はい、じゃあ今日はここで終わりましょう。じゃあ皆さん、さようなら。さようなら。では机の上のゴミを片付けましょう。そして椅子を元に戻しましょう。はい、台湾の学校の習慣はどうですか？ぜひ教室やフリートーク、コメント欄などで教えてくださいね。